今日の穂高。ひろきが頑張って考えた本日の打順。イケメン生きてた。大丈夫なのかイケメン。はい、終わった。このチーム終わりだわ。近藤の状態悪化したらどうするの。マジで終わりやぞ。何も考えてないんか。呆れるわ本当に。近藤スタメンはバカすぎだろ。まだ痛い言ってるのにスタメンで出すなや。目先の一生よりこれからを見ようや。ほらな、近藤 DH だと愛人起用はなくなる。やはり山川を DH にして愛人起用してたよな。残念だけど近藤が治ってきたらまた山川の DH の割合は増えるし、その時のファーストスタメンはアキラだから、お前ら覚悟しろよ。ゲーム差あるんやから今のうちに休ませとけよ。てか山川が頼りないから近藤が出らなあかんねんぞ。マジでしっかりしろや。本当に西武の手法やったんか。さっさと勝負決めて近藤休ませようぜ。今日も測ったかのように相手ピン左。今日のやつは初物でもなければデータもあるし、何にせよ濃厚やから運悪く今年一を引かない限りさすがに打てるべ。打てるよな、な。1回の表、先発の大関さん、三者凡退。大関が初回無失点だと。ワンツースリーいただきました。素晴らしい初回。大関今日も粘り強く失点は最小限で投げてくれ。大関、被打率右139、左305。さあさっさと点取れよ。1回の裏の攻撃、先頭は周東さん。ケケは打てるやろ。さあ大量得点やで。大量得点はいらんからな。きた。内野安打で先頭の周東さんが出塁しました。はい、はい、いきなり得点圏きた。それで足速いのはいいね。得点圏きた。続いて今宮さん。はい、小久保式バント。濃厚だから見てけよ。これで送ったらアホやけど。絶好調の今宮さんなら右打ちしてくれるはず。ある。フォアボールでノーアウト二塁一塁でいきなり先制のチャンスが訪れる。惜しい惜しいぞ。ナイス。お、来た来た。めっちゃイライラしてるやん。しやありがとう。相手が濃厚で助かる。続いて先制のチャンスの場面で栗原さん。普通なら点が入る場面だぞ。ゲッツは許さん。荒れてる相手にバントいらんぞ。得意のクリゲチャンス。クリゲ注意やぞ。コントロール悪いな板野智美の旦那。へいへい濃厚や。満塁どすこいチャンスか。2者連続のフォアボールでノーアウト満塁になる。すごい濃厚でくさ。まるでホークスの投手のような濃厚。ひどいコントロールやな。杉山の去年までよりさらにひどいってレベル。何この濃厚ピー。濃厚すぎまるだ。山川わかってるよな。山川たまには近藤に頼らず自分で決めてみるよ。続いて先制の満塁の場面で絶対ドスコイする。穂高の第一打席。ドスコイ待機。よし、ゲッツーでも1点やな。さすがにいけるやろ。山川振るなよ。対左1割のやつは絶対に振らん方が期待値高い。ここで山川ホームランや。グランドスコイ待機。穂高スタンド放り込めや。最低1点やな。このタイプ逆に立ち直りされたら打てないやつ。あ、山川さん当たる気しねー。はあ、空振り三振でワンアウト。なんやこいつ。大概にしろよこの4番さ。ひどすぎるって。なんでこんなにも左投手に弱すぎるんだ。コーチは仕事してるんか。対左117。左が苦手って何のための補強や。1球しかストライク来なかったのに三振するやつ。最低限で済んだ。デブゲよりまし。ホタは当たらんとこんなもん。西武時代からそう。こいつを4番で核にする意味よ。まあゲッツーじゃないだけマシや。いや許されんぞ。どこか悪いなら休んでくれよ。こんなのに DH 独占されてたのか。山川いい加減にしてよ。続いても満塁の場面で絶対イケメンになる近藤健介さん。イケメン待機。イケイケイケメンプリンス近藤健介じゃん。無理しすぎず怪我が悪化しない程度に頑張って。押し出し行くか。ノーアウト満塁で無得点はあかんて。山川のせいだ。痛そうにしてるのになぜスタメン。こんちゃんからそう。これ本人が直訴したからとりあえず出させたってやつだろ。マネジメント能力ゼロやん国母。フルカン歩け歩け。ラッキー。近藤健介さんやりました。7億の威圧感で先制する。よっしゃ、さすが近藤さんや。変わらずイケメンでした。ほんと山川だけ迷惑やな。山川と近藤様の差がひどすぎるわ。山川なんかに DH 与える余裕はないぞ。イケメン。山川だけ何もしてなくてくさ。続いても満塁の場面で得点圏大好きなタツル。タツル頼むぞ。
チャンスに強いタコル。最低限はできるよね。水谷を超えろ。浅いレフトフライでツーアウト。タコルさん、最低限もできんのか。タツルよ、最低限もできねえのか。おめえは一番いかんやつやん。1点取ってオスオスで追加点取れずだと昨日と一緒だよ。タツルはまだ左打てんか。タコル、お前何してんねん。タンダマンなんやからタンダ打てや。続いても満塁の場面で佐藤直樹さん。シュガータイムリー行け。ああ。栗原さんの足に当たってしまいスリーアウト。佐藤直樹さんはヒットの記録。ノーアウト満塁で1点取りました。ああ、何が起きたのかと。はあ、くそ。昨日もあったな。まあどっちにしろアウトやね。避けてもアウトだけど避けないのはナンセンス。ああ、一瞬エラーしたかと思ったら。タコルが最低限できないのが悪い。で、1点。山川とタコルさ、近藤がいなかったら0点だよ。1点しか取れないから逆転負けするんだよ。ドスコイが悪いので。山川の内容がひどすぎて相手がちょっと立ち直ったな。対左117、これが4番固定の理由を教えて。最低限できない山川と達るが悪い。山川がひでえよマジで。クソボール振って三振とか。虫マンから押し出しの1点だけ。なる相手ピー助けてんだよアホか。これで立ち直って以後無得点パターンか。佐藤打率上がってくさ。山川ほんとひで、歩くって選択肢すらなかった。2回目以降普通に立ち上がりそう高橋圭に。2回の表、大関さんタコル発動でワンアウトからピンチになる。タコル、タコルキさん、ラワワ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 ワ、守備下手なよ。すげえ守備。タコル、タコル、お前さ。タコル、なんやそれ。最低限できんかったから動揺してんのかな。あれで1点しか入らんかったからや。バッターはオスナさん。抑えて。オッケー。サードゴロでツーアウト。なんとかツーアウト。続いて山田さん。大関頑張れ。1点しか取れなかったのが響きそうだ。声はヤクルト打線はいいぞ。ショートフライでスリーアウト。おー、よかった。昨日山田勝負しとけば。鉄人は癒し枠。昨日この山田から逃げなきゃな。トリプルスリー2回の山田はもういないのよ。2回の裏の攻撃、先頭は雲野さん。とにかく早得点して、イケメンがくさせてやれよ。お、また4球来るか。振るな振るな。フォアボールで先頭が出塁する。ナイセン、今度こそ得点しろよ。高橋圭に不調やん。この隙をつきまくれ。続いて広瀬さん。バントや。バントなんて相手助けるだけだろ。広瀬にバントのサイン出ないし派手に下手なんやろうな。うおー。サードのエラーでノーアウト二塁一塁で追加点のチャンスが訪れる。なんか来た。村人さんのエラー来た。村上あったけ。村上さん名物のエラー。続いてチャンスの場面で周東さん。うん、まあ、セーフティバントで2イニング連続のノーアウト満塁になる。はえーはえーはっや。周東すごすぎる。これだよこれ、周東はこれや。さあ次は何点取れるかな。続いて満塁の場面で今宮さん。虫満塁こんだけあって1点止まりなんてことはないよね。また虫満塁のピンチか。押し出せ1点は入るやろな。やばいやつに回るぞ。2点以上取らないと雰囲気悪くなる。うわ、ファーストファールフライでワンアウト。今宮さ、この歯。ああ、虫ってんの。こいつら浅いフライ好きなのかな。最悪、こいつらやる気あるんか。こいつらひでえ。なんでどいつもこいつも最低限できないの。何してんのこの人たち。今宮くんもチャンス F 欲しいの。得点圏1割だやぞ。続いてもチャンスの場面で栗原さん。ここは大事だぞ。栗原は最低限はできると信じたい。栗毛の予感。左ピー対策できる打撃コーチおらんのか。近藤が遠すぎる。ひどい打順。栗満塁男だったのを思い出せ。次が山川ってのがね。無得点確定やん。ここで決めねえと無得点確定だぞ。いいぞ、よく粘ってる。粘り勝ちや。栗原さんやりました。押し出しのフォアボールで2点目が入る。きたおしゃ、よう見た。栗原よく見たな。今宮がこれやるや。ようやった。しやこれは栗原がもぎ取ったで。続いても満塁の場面で絶対リベンジする。ホタカの第二打席。どすこい待機。山川さすがに打てや。問題の4番。最悪三振で頼む。山川は併殺以外なら何でもいいわ。デブゲは絶対にや
誰も期待しなくなった。今の無理なん、ダメちゃう。これもう振るなよ、お前は打てねえって。お前それクソボールやろが、毒振っとるねん。あかん、もうゲッツ以外でいいわ。頼むから儀式くらい打ってくれよ。振るかん。絶対見てけよ。さあ、はい。見逃し三振でツーアウト。ホタカがっくり。ナイス最低限。すごい、ナイス最低限。ジャストルッキングでくさー。デブ、はい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 、知ってた。最後に一番いい球来ちゃったな。今のは厳しいな。まあ、あのクソボール振った時点で何の言い訳もできん。知ってました。デブゲ回避。ほんまこいつは不調なげな。続いても満塁の場面で近藤健介さん。イケメン待機。怪我人に託すしかないって情けなすぎない、この打線。やっぱりスイング変やんけ。デブの尻拭い近藤健介。近藤に無理させてくれ。マジで山川と近藤逆にしたら近藤敬遠されて山川勝負されそう。近藤に無理させるなや。山川しっかりしろや。近藤健介ちゃんを信じろ。イケイケイケメン近藤健介ちゃん、頑張って。満身創痍のイケメン。もう藤本ちゃんってやめろや、演技悪い。もうスイングめちゃくちゃやん。明らかに痛そう。近藤の打席から急に良い球行き始めたぞ高橋。うまっ。ファーストゴロでスリーアウト。2イニング連続ノーアウト満塁で押し出して1点取りました。虫満塁で1点のみとか。あ、1点かよ。押し出しでしか点が入りません。2イニング連続で押し出しでの1点のみ、これは絶対やられるパターンやで。もう6残塁。いや、これ追いつかれるな。多分もう高橋変わるし。これは流れ変わるやつですね。2打席連続で最低限できない4番、どうにかせえよ。本当近藤もうスイングが全然やん。こんな状態で出しても意味ない。なぜか近藤を休ませないのか。いつもの近藤やないし、指の捻挫で違和感があるわ。交代してほしい。国母は昭和脳だからな。大泉、わら、リスペクトしてるんだろ。近藤、自ら無理と言え。柳田の怪我から全く学ばないアホ首脳陣、今度は近藤を潰す気か。アホやな、ほんま。3回の表、大関さん、先頭にボテボテの内野安打と送りバントでワンアウト二塁のピンチになる。栗原判断悪いわ。今の打球が切れるわけないやろ。鳥越コーチに守備練習してもらい、栗原。バッターは西川さん。2点で足りるか。ノーアウト満塁2回あって押し出しの2点のみ、お笑いやな。セカンドライナーでツーアウト。押し押し、ええぞ。続いて丸山さん。急に狭くなったぞ。全然取らんな。どんどん狭くなって投手大変だわ。フォアボールでツーアウト2塁1塁。いい球やけどな。近藤への押し出しは完全にストライクだったから文句は言えんな。続いて長岡さん。踏ん張れ。よっし、耐えた。ファーストゴロでスリーアウト。オッケー。ヒヤッとした。よしよし、ナイス大関。今日は絶対取らなあかん試合やしな。大関はようやっとる、クソ打線のせいで。3回の裏の攻撃、先頭はタコル。ここ大事だぞ、追加点欲しい場面。おお。内野安打で先頭が出塁する。タツル足遅い。ちゃんと本田も指摘してたな。本田コーチ学習してる。今のしっかり取れていればうまいだったのに。オスナさんありがとう。ロベルトじゃなくてホセの方。柳町の足が速かったら2軍に幽閉されてない。続いて佐藤直樹さん。佐藤には1球もボール投げてない高橋。シュガー打って。センターフライでワンアウト。うん、無失点。これじゃ残塁数稼げへんぞ。続いて雲野さん。海ちゃんお願い打って。海ちゃんホームラン打て。エンドランか。エンドランを仕掛けてファーストゴロはツーアウト二塁。こんな濃厚にエンドランサインなんて出すなよ。結果送りバント。最低限か。余計なことすんな国母。続いてチャンスの場面で広瀬さん。広瀬初ホームラン打て。広瀬がインコース打てないのバレてる。ああ、ショートフライでスリーアウト。なんじゃそら。こんなのばっかり。しょもな。広瀬覚醒戦だ。ポップフライ大好きだせん。どいつもこいつもアストディーユだ。くさ、全然飛ばんな広瀬。5億パーセント為替の方が強い。次の先頭は周東からか。期待してるぞ。4回の表、大関さん一人出してのツーアウトからツーランホームランを打たれて同点になってしまう。ああ、ほらやっぱり。昨日からホームラン打たれまくりだと思った。取れる時に取らないクソ打線だからそらこうなるわな。雑な攻撃してるとこうなるよな。しょうもな。先般4番山川見てるか。これやぞ。ノーアウト満塁が2回もあるのに2点止まりだったからな。ああ、言ったか。腐っても山田なんだよな。
その後は抑えて3アウト。まあ同点で済んでよかった。あれ2点しか取れんのが悪い。グダグダ攻撃で高橋刑事が立ち直りつつあるな。点取れるやろか。次の1番からの打順次第。こんちゃんは明らかに本調子じゃないんだから4番までで点取ってよ。4回の裏の攻撃、先頭は周東さん。押し出しの2点のみはダサすぎるぞ。うっわ。サードライナーでワンアウト。負ける流れやな。楽天勝ってる。巨人使えねえ。そらあんだけチャンスもらって2点なんだから。セリーグ最下位に負け越しはまずいぞ。続いて今宮さん、初球を捉えてのツーベースヒットでワンアウトから勝ち越しのチャンスが訪れる。さっき打て。ないは。さっき定期。ちぐはぐ打線、今度こそ。フラストレーションたまる打線だわ。今宮最近いいね。まあ夏もどんどん迫ってるしな。今宮がさっき打てるようなら打点12という数字になってない。続いてチャンスの場面で栗原さん。栗原で決めないと4番に回るぞ。4番に回しても無得点だぞ。栗原が決めないと終わりだ。おっしゃ。栗原さんやりました。タイムリーヒットですぐさま勝ち越しする。きたー。クリーしよー。西川。西川だから今宮さん迷わず言ったんだな。西川を止め方だから焦った。栗原いいぞ。やっとタイムリー出た。栗原偉いわ。ぶっちゃけ暴走走塁だけど相手のやらかしで助かった。パリーグは西川を知ってるからな。穂高の第3打席、ドスコイ待機。デブゲ禁止。いい加減ドスこれや。そろそろ仕事しろよ。きた。デッドボールで出塁する。オッケー。最高の仕事だ。最高の結果。これはありがたい。最高の仕事きた。仕事した。山川が本日最大の仕事をした。もう期待されなくなってて、くさ。最高の結果やん。地球で喜ばれる4番手。続いて追加点のチャンスの場面で近藤健介さん。イケメン待機。こんちゃんにインコース投げるなや。ヒヤヒヤするわ。近藤明らかにスイングおかしいのに小久保は何しようとか。威圧感だけでよいよ。ノースリー。タコル勝負とは卑怯だぞ。7億の威圧感でワンアウト満塁になる。近藤は立ってるだけで仕事する。イケメン。威圧だけで仕事をする男。近藤あの怪我の後で、そして明らかに本調子ではないのに錦はすごい。また満塁のピンチ。続いて満塁の場面で本来はチャンスが大好きなタコル。さあそろそろ打てよてめえ。満塁はフラグなんだが。また押し出しで1点もらえるかな。タコルは犠牲フライ打つの下手くそだからな。ワイのタツルの、ワイだけのワイのタツルの時間だ。アニヤタコゲだけはやめて。頑張れ誰かのタツル。うめえ。タツルやりました。タイムリーヒットで4点目が入る。きた。これはタツル。タツルきた。やっと満塁でヒッツ。吉也。ミンタツきた。きた。俺のタツルです。俺のタツルが打ちました。今日の満塁悪夢の中で柳町だけが仕事したな。ピッチャーは交代する。続いても満塁の場面で佐藤直樹さん。しかしヤクルト打線は怖い点取ってとけ。シュガー最低限でええぞ。打ち頃のピー来たやん。ナイス最低限。佐藤直樹さんやりました。穂高が帰ってこれる犠牲フライで5点目が入る。犠牲フライきた。最高の最低限。最低限の試合。山川でも帰れる。ドスドスかい。さすがに山川の足でも帰ってこれたわ。続いてもチャンスの場面で雲野さん。運の目指せ2割。4番が一番足引っ張ってるとかありえんわ。海ブランコや。センターフライで3アウト。3点追加して勝ち越しに成功した。はい。ここは畳み込みたかったけどな。まだまだ足りんぞ。ヤクルトの打線はとにかく怖いからな。あと2点くらい欲しかったけど、まあしゃあないか。シュガーの最低限でかいな。素晴らしい最低限。佐藤お前変わったな。5回の表、大関さん三者凡退。大関さん5回に失点で交代。広瀬いけるやん。まあ守備はええから打ってくれ。三森より確実に守備はうまい。握手してる。大関は降りるの早いな。大関普通に7回8回投げれるピッチャーになってくれよ。47番背負ってるんなら。大関西武戦は100球超えて投げてたのに前回から5回で降りてるな。5回の表の攻撃、先頭は広瀬さん。広瀬の昭和感あふれるバッティングフォーム。広瀬は育ちがいいのにスイングはブサイク。その大根切りみたいなスイングやめよ。ファ
見逃し三振でワンアウト。ジャストルッキングやめ。広瀬9番だから別にいいやと思ってたが、牧原でも三森でも普通にもっと打つからな。広瀬のスイング軌道はプロじゃないもん。広瀬の打撃フォームはほとんどの解説者が苦言。続いての周東さんは初球を捉えてワンアウト一塁。周東いいね。周東いいよ、猛打賞。周東が久しぶりに調子良いね。続いて今宮さん。ここは盗塁チャンス。周東さん盗塁成功でワンアウト二塁。よっしゃ、余裕じゃ。周東が躍動してる試合は強いわ。今宮さんやりました。タイムリーツーベースヒットで6点目が入る。きたよっしゃ。今宮絶好調やん。おしやー。とりあえずヤクルト打線が戦意喪失するまで点を取れ。4点差でもまだまだ怖いわ。この1、2番最高やな。あ4番ヤクルトのセンター西川。あタコルなら取れてないか。続いてもチャンスの場面で栗原さん。あ、はい。進塁打となるセカンドゴロで2アウト3塁。まあ最低限最低限でも山川。それはいかんて、後ろが誰か忘れてない。続いてもチャンスの場面で穂高の第4打席。ドスコイ待機。山川いい加減ドスコレや。はい、無得点。こういうとこならドスコイしそう。フォアボールで2アウト3塁1塁。よかったな穂高。つまらん。ドスドス散歩。本塁打王のそっくりさん、そろそろ出よう。続いてもチャンスの場面で近藤健介さん。イケメン待機。プリプリプリティ近藤健介ちゃん。イケメンに無理させるな。ファーストゴロで3アウト。1点追加した。近藤調子悪そう。やっぱり不調や。やっぱ近藤昨日の影響あるな。明らかにおかしいやん。近藤下げとけよ。近藤心意気は素晴らしいけど休ませてやってくれ。止めるのが首脳陣の仕事やろ。6回の表、ピッチャー変わった津森さん、1人ランナー出すも穂高のファインプレーもあって無失点に抑える。山川頑張った。豚さんいいぞ。めっちゃ仕事した顔してたやん。飛べる豚だからただの豚じゃない。守備の人ワイのタツル。6回の裏の攻撃、先頭はタツル。いけー。ワイのタツルの猛打賞の時間だ。空振り三振でワンアウト。タツルさ、ワイのタツルがご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。タツルなら。続いて佐藤直樹さんは初球をレフトフライで2アウト。佐藤地味にいいよな。結果は出てないけど使いたくなる打撃してるわ。続いて雲野さん。うまい。しゃ。ヒットで2アウトから出塁する。きたー。しやー。雲野が打って広瀬が凡退。次の回は周東から。これが理想。打順調整を打つ。続いて広瀬さん。さて問題の打撃。さあ狙っていいぞ広瀬。守備だけで終わるな広瀬。この P は打てるぞこれ。広瀬きたー。広瀬さんが打ちました。連打で2アウトからチャンスを作る。きたー。よしよし広瀬いいぞ。今日の下位打線いいよ。唯一打てそうなインサイド甘めを打った。なあこの P 打てるだろ。めっちゃバットの軌道遠回りなのがよくわかるな。続いてチャンスの場面で周東さん。もう1点入んのか。なんそれ。センターフライで3アウト。残塁13。はい。13残塁か。表の攻撃なら日本記録の19残塁狙えたけどな。広瀬は近藤に少しアドバイスもらえば劇的に良くなるのでは。夜なんです。7回の表、ピッチャー変わったヘルナンデスさん、ベースカバー遅れてファーストはセーフでセカンドランナーは帰ってきて1点失点する。ええ。最悪でくさ。ああやられちゃった。何やってんだよ。おいヘルナンデスよ、こういうの多いよ。何してるの。ヘルナンデス怠慢多すぎるわ。勝ちパはやめてほしい投手。ヘルナンデスは前もこんなんがあったな。ヘルナンデスしっかりいたせ。続いては初球を捉えられて2アウトからピンチになる。何してんの。やめてくれよ、勝たせてくれ。ヘルナンデス怠慢すんなよ。ヘルナンデス最近全然ダメ。実は6月入ってリリーフ防御率死んでるという事実。バッターは村上さん。広島にやられてからずっと良くない。左打者にパカスカ打たれてる時点で変えた方が良いよマジで。ヘルナンデスは疲れているのか。勘弁してほしいよ。なんとか止めてくれ。助かった。空振り三振で3アウト。振ってくれた。それ振ってくれるのか。よかった。クソボール振ってくれた。ありがとう村上。今日は村上に助けられてるな。ヘルナンデスは守備練習しないとあかんで。イラついてんなヘルナンデス。ヘルナンデスおこやん。
なんでヘルナンデスが奥なんだよ。お前が悪いんだよ。ベースカバーにちゃんやれよ。ラッキーセブンの攻撃。先頭は今宮さん。もうちょい点欲しい。また小沢やん。小沢また出てきたか。ファーストファールフライでワンアウト。まあ今宮は仕事済み。続いて栗原さん。はぎゃ。ファーストゴロでツーアウト。サクサクだな。なんで低めを強引に打つんだ。穂高の第5打席。ドスコイ待機。そろそろドスコローガン。山川そろそろ。ポテン。ヒットでツーアウトから出塁する。穂高地味に4試合連続安打。対右は何やかんや打つ。神田おじさん守備の人だからしゃあない。慶太君。山川詰まったヒットしか出てなくね。単なる延命ヒット。ヒットしか打てなくなった。これじゃないんだよな。ダイソーは川瀬さん。ログイン。続いて近藤健介さん。イケメン待機。こんちゃんまだ出すんか。イケイケイケメン近藤ちゃん無理せず頑張って。プリプリプリティ近藤健介ちゃん。近藤無理するな。近藤お散歩でええぞ。空振り三振でスリーアウト。ぶっちゃん。マジで打撃おかしくなってるわ。調子崩すて。交流戦優勝とかどうでもいいから無理させんなや。勝負は後半戦やぞ。休ませろよマジでさ。明日も出すんか。国母レギュラーなら痛いのかゆいの言わずに出続けろ。これやし。近藤がいけます出ますと言っても状態を見て休ませる。これがマネジメントやぞ。分かってるか国母よ。交流戦終わって4日開くのが幸い。近藤に無理させる必要ないだろ。さっさと休ませるや。また巨人負けてる。巨人バカやろ。ホークスに勝った時は生きてたくせに情けねえの。でもあんなのに負け越したやつが一番悪いよな。優勝できなくてもでしょうねとしか思わんわ。山川にしろ近藤にしろどこかしら悪いのに強行して出てきても大して打てやしない。柳田も気構えは明らかに調子おかしかったから。8回の表ピッチャー変わった松本さん。一人ランナー出すも無失点に抑える。刺す松本。松本さすが。3点差のままなら押すなだな。セーブつくから。8回の裏の攻撃。先頭はタツル。ワイのタツルのホームランの時間だ。タツルは一応一軍でホームラン打ったことあるよな。柳町がホームラン打ったら中洲交番の前裸で走ったるわ。ヒット。空振り三振でワンアウト。おいこれ。ええ、保護者出てきてもらえますか。ワイのタツルがご迷惑をおかけしておりますことを心の底よりお詫び申し上げます。続いて佐藤直樹さん。はい。先っちょレフトフライでツーアウト。佐藤もマシンじゃないんだよな。片手でよく飛ぶわ佐藤。佐藤はどっかでホームラン打てそうやな。佐藤直樹三振は減ったな。成長が見受けられる。続いて雲野さん。ええ。代打中村明待機しててくそ。代打中村明待機。ライトフライでスリーアウト。うつむきキャンセル。一瞬江戸が見えた。代打中村明見なくて済んだ。代打明を拒否。明のこと大好きすぎんか。ファンのおっさんレベルだろ。山川を DH にしなくても好きあれば愛人起用の国母。お砂の時間だ。お砂の演出はいつも笑ってしまう。お砂の演出ってぶっちゃけなくても普通にダサいよね。よくこれで OK 出したよね。お砂3点差だから1点くらい取られそう。とこ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 と。9回の裏ピッチャー変わったお砂さん。ツーアウトからピンチになってしまう。お砂劇場開幕。ああ。さあさあ始まりました。お砂結局こうなるか。長岡にも打たれた。ヤクルト打線くっそうぜ。いい具合に起こせてオリックスに渡せたわ。長岡は抑えるや。バッターは村上さん。延長覚悟。もうええわ。同点覚悟で勝負しろ。村上はストレート打てないから心配ない。お砂村上と対決してみたかった。なんでこの打線で下位に沈んでんだこのチーム。村上は変化球が甘くいく方が怖いな。今日は村上ではなく村人へやろ。オッケー。ファーストゴロで試合終了。お砂劇場閉幕。勝ち。カード勝ち越し。勝ったー。勝ったばーい。よかったよかった。サクサク5本さすがやで。お砂さん。村上さんありがとう。高穂。ヤクルト打線はパワーと粘りのある良い打線だった。そこに勝ち越せたのはよかった。一番嫌なチームやったわヤクルト。次の阪神戦も2勝1敗でいいよ。近藤は休んでくれ。阪神ファンはうるさいから3連勝してほしい。楽天も負けねえな。巨人弱すぎだわ。ふざくんな。楽天ほんま強えな。交流戦明けが楽しみや。楽天もさすがに今だけだろ。交流戦終わったら勢いも止まり反動が来て収束していくよ。
野球ってそういうもん。さすがに一気に上がりすぎてる。何度も言うが2勝1敗のペースが一番安定してて強いからな。大関ヒーローはなくね。ヒロインの人選が微妙すぎる。5回に失点でヒロインってさ。ベイスターズ班がロッテに3連勝はありがたい。3戦目に和田藤井で温めたのが良かったかもな。まああんな派手に身の丈に合わない11連勝とかしちゃったらそれ反動きますよってのを見事に体現してる。今日も楽天さん勝ったの？じゃあ楽天が3連敗でもしない限り交流戦優勝はなしだね。まあいいけどね。まあ交流戦優勝はおまけ程度に欲しかったが、なしならなしで別に問題ない。2勝1敗のペースで保ってるから上振れもなく安定してて強いと思うわ。交流戦ぐらい楽天に花を持たせていいわ。対戦しない時期にピーク持ってきてくれてありがたいし。明日の阪神の先発伊藤将司はサウスポーだが左打者に弱い。しかしだからといって中村晃をスタメン起用したら切れる自信がある。まあ今日はヤクルトに勝ち越しできてよかったよ。普通に強くね。が感想、明日から最後のカードで一応優勝の可能性はあるが期待できないので、優勝関係なく最後は3つ勝って気持ちよく終わってくれ。穂高